一番仲いいのは誰ですか。まあ僕は男子の中では高橋くんがやっぱり仲がいいかなって思っていて、まあ小田選手もそうですし、あのまあ羽生くんも普段裏側では何の話してるんですか。気になります。スケートの話じゃないでしょ。いやもうスケートの話は極力しないですね。